せーの、筋肉ツー。はーい、始まりました。第1回ですね。さあ、始まりました筋肉2 はい、この番組は毎回筋肉に2な出演者が日頃筋肉を愛し見つめ続ける人の視点で筋肉を再発見し、この番組ならではのトークや、ちょっといきなりあの同時中落ちて落ちて、びっくりした、トークや企画のね、バラエティに富んだ内容で、筋肉の魅力をですね、お伝えしていく番組となっております。放送はフレッシュと、ニコニコ生放送の同時生放送ですので、見ている方はコメントをじゃん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 、してくれたらいいなと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてね、皆さん今この場所、中野、はい、はい、中野ですね、はい、中野 M スタジオからお届けしております。今公開生放送中ですので、お近くの方は今からでも、来て見ることできますので、よろしくお願いします。待ってます。待ってます。来てください。来てください。はい、誰でも OK です。待ってます。横浜からでも行ってください。ちょっと遠いな。間に合う。さあ、ギリギリ間に合う。ギリギリ1時間くらいで来れるのでね。ダッシュ。はい。トレーニング、トレーニング。はい。何でもちょっとトレーニング絡めちゃうと思うんですけども、すいません。聞いてくださいね。はい。いろいろツッコミもお待ちしております。はい。ではですね、まあ、全然ね、僕らのこと知らないと思いますので、自己紹介をしていきたいと思います。では、僕から順番に、行っていきます。はい。私、パーソナルトレーナーの島津哲平と申します。よろしくお願いします。本日は MC を担当します。お願いします。そして本日1月29日何の日ですか。何の日、今日は2と9といえば、2と9といえばそれしかないね。あれか、あれだね。ぴったりだ、ぴったりだね。はい、せーの、肉の肉の日。幸せしてないやつ。まだ1回目だから、チームワークがまだね。そうですね。ここから徐々に ね、はい、ブラッシュアップしていきましょう。はい、今回初回です。このね、放送に素敵なゲストの皆さんをお越しいただいておりますので、職業と名前を、順番にお願いします。はい、どうぞ。モデルをしております、阿部桃子と申します。よろしくお願いします。お願いします。こういって。はい、パーソナルトレーナーの斉藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、では上に。はい、同じくパーソナルトレーナーの片桐と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、同じくパーソナルトレーナーの三浦のぞみと申します。よろしくお願いします。お願いします。パーソナルトレーナーがどんどんどん続いてきましたね。はい、最後お願いします。はい、パーソナルトレーナーではありません。市民ランナーの、小林博士と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではですね、本日はこのメンバーで90分間お届けしていきたいと思います。はい、でですね、まあ、今名前と職業だけだったので、もうちょっと私たちのことを知っていただきたいので、一人一人ちょっと詳しく自己紹介をしていきたいと思います。はい、じゃあまず MC の僕からいただきます。はい、改めまして、パーソナルトレーナーの島津哲平です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、まあ僕はですね、まあ筋肉が好きです。もちろん筋肉をたくさん鍛えてますので、まあ去年は大会ベストボディジャパンという大会ですね、出させていただきまして、パーソナルトレーナー部門っていうのがねあります。その部門出て、この4位ですね。まあ一応日本大会という形だったので、まあオーバーオール、わかります？オーバーオール、わかる？オーバーオールわかるね。オーバーオールわかるよね。僕ら視聴者の皆さんにも何ですか？伝わってない。伝わってない。強そうなイメージですね。強そうなイメージですね。オーバーオール。オーバーオール。服でなんかね。こういうね。こういう。眉毛。確かに似合いそうだけどね。似合いそうだけど。全然違う。全然違う。違う。はい。じゃあオーバーオールなんですけども、これですね、年齢関係なく、もう20代から40代、50代、もうね、全部の年齢合わせた中での、まあ、一番決めるみたいな形になってくるので、まあ、ちょっとレベルが高いと言いますかね、人数多いので、その大会のね、4位になることができまして、まあ、今年も、ベストボディジャパン、
フィジークももし行けたらチャレンジしていきたいと思いますので、これ見てる方、Facebook、Twitter、インスタやってますので、まあ、島津鉄平で調べていただければ出るのでフォローお願いします。はい、では今日は一日よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ皆さんカメラね、あそこにありますのでね、見ながらやってください。はい、では次で、はい、モデルをしております阿部桃子と申します。よろしくお願いします。お願いします。私はあのモデルという職業を通してボディメイクの一環であの日々筋トレに励んでおります。あの BVD レディースというあのスポブラブランドの公式モデルをしております。よろしくお願いいたします。スポブラの、はい、あ今ちょうど着てるんです。着てるそうです。男性必見ですよ。あ、可愛いっていうコメントがね。本当だ、可愛い、可愛い、こう言ってあのすごい通気性があってあの男性用の B.V.D. です。訂正ですね、訂正。訂正が DVD じゃないです。DVD じゃないですね。のあのやつなので、あの男性用のラインとかもたくさん出ているので皆さん検索してみてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、では続いてよ。はい。フュージョンパーソナルトレーナーの斉藤圭介と申します。よろしくお願いします。お願いします。僕もインスタ、フェイスブックやっております。 KE1SUKE3E これ1ですね。皆さんフォローお待ちしております。お願いします。今じゃん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 増えてるよ。六本木、銀座、みなとみらいの方で指導してるので、はい、ぜひ皆さん来てください。おしゃれスポットが多いんですね。そうですね、デートスポット。お、デートスポット。お、デートスポットだよ。教えられちゃうんじゃないですか、デートスポットの。あら、あら、実は、はい、実はおすすめの場所なんかあるんじゃないですか。観覧車じゃないですかね、みなとみらいは。やっぱりあそこ、その前の温泉なんかから、温泉から観覧車見るのもいいので、うん、あそこ素敵。いっぱい知ってるので、はい、ぜひ僕に聞いてください。名前なんでしたっけ。斉藤圭介と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、だ後ろの、はい、同じく、パーソナルトレーナーの片桐翔と申します。カウカウ俺斉藤圭介そっちか。カウカウ、なるほどね。確かにそれ似てるね。似てる、話戻っちゃった。すいません、僕の尺になっちゃった。やりづらい。同じパーソナルトレーナーをやってます。あとはですね、島津さんと同じ、ベストボディジャパンっていうコンテストに出て、一応ファイナリストという、まあ、中途半端なんですけどね、になりました。いや、すごいですよ。はい、ありがとうございます。で、あと今年はですね、フィジークという競技に、チャレンジしたいと思います。うん、さっきから出てるフィジークっていう単語は、うんうん、あ、視聴者の皆さんにちょっと分かりやすく、そうですね、ボディビルとか、まあ、フィジークとか、ベストボディジャパンとかあるんですけど、サーフパンツ、あの水着を履いて、まあ、男性の逆三角形の体をのかっこよさとかを、競うコンテストですね。まだそんな歴史はそんな日本では新しいですね。これからですね。これから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 。はい、では、片桐翔です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、同じく4人、男性4人と同じくですね、パーソナルトレーナーをやっております三浦のぞみと申します。僕は活動拠点がですね、池袋とか中目黒なので、うん、まあ、うん、食べるにしてもいいし、運動するにしてもいい場所なので、うん、ぜひ運動したい方は、あのお問い合わせいただければと思います。インスタやってまして、NOZMI 下ハイフンっていうんですかねの、はい、フィット、フィットで、のぞみフィット、のぞみフィット、覚えやすい、わかりやすい、わかりやすいですね、わかりやすい。アンダーバーで、アンダーバーで、下タイムじゃない、すいません、アンダーバーです。お間違いなく、ちょっと指示ありました。はい、指示ありました、すいません、訂正します。アンダーバーなんで、よろしくお願いします。僕も、今年、ベストボディジャパンというコンテストに出ますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では最後です。はい、最後です。
市民ランナーと書いてます。市民ランナーの小林弘樹と申します。はい、すごい、市民ランナー、まあ、市民ランナーなんですけど、まあちょっと今日ユニフォーム着てきたんですけど、こちらあの雑誌のランニングスタイルっていう雑誌、ランニング雑誌あるんですけど、そちらの、読者モニターみたいなことをやってまして、すごい、膝サポーターですね、膝サポーターをつけて半年間紙面で出て、みんなであのつけ心地とかをあのレビューして、で最後一緒に大会出るっていう10人ぐらいでやってるチームパテックスっていうのの第1期生で、第1期生、はい、第1期生、今2期生もやって、もう終わっちゃってるんですけど、2期生で終わっちゃったんですけど、それの1期生で、活躍していました。すごい、すごい、で、フルマラソンとか、あとウルトラマラソンとか、ウルトラマラソン、すごいな、完走2回していました。完走、ストイック。え、ウルトラマラソンってちなみに何キロですか？100キロですね、僕が出たのは。まあ、フルの 42.195 キロを超えるとウルトラマラソンって言ってるんですけど、大体70キロ、100キロ、まあ、長いのは128キロとかもあるんですけど、こちらの100キロ、芝又100キロマラソンっていうのを2回完走しました。ウルトラ、日本でも結構開催されてます。日本でもだいぶ増えてきまして、今全国各地で、あの行われてますね。はい、確かに足の筋肉すごいっすね。いや皆さんの手に比べたらもう、いや、恥ずかしいところですよ。ランナーらしいです。憧れます。ランナー体型ですね。ランナー体型ですね。もうよく見えないと思うんですけど、結構靴もおしゃれな、その靴ね、そうですね。ピンク、カラー、本格的ですね。2018年からこちら履いてますんで、まだ新しいですね。まだキラキラですね。アディダスですね。たばかりのアディダスですね。いいですね。はい、いいですね。はい。これで今年もいっぱい、じゃあ今年もいっぱい走って、はい、完走しようと思ってます。あ、はい、いいですね、ありがとうございます。よろしくでした。よろしくお願いします。お願いします。というか、メンバーでね、お送りしていきますので、コメントも少しずつ集まってるようですね。100キロ、100キロいきますよね。100キロ、どっか、ありがとうございます。読モっていうのは、読者モニター、読者モニターじゃなくてモニターコメント来てますね。確かにいいですね。リナーの誰から友達、誰か知り合い、知り合います。リナーの友達いっぱいいるんじゃないですか。連続で来てリナーだよ、連続で来てます。誰でしょうね。わかりません。はい、すいません、すいません。はい、ではですね、あ、もう一個コメントが、寒くないですか？タンクトップだからですからね。1月ですからね。うん、まあ、めちゃめちゃ暑いですね。今暑いですね。汗すら描いてる。熱気がすごいきますよ。前からすごい暑い。実は始まる前、皆さんにちょっとパンプアップしたら。それ言っちゃうとね、バレちゃいますよね。小さいからね。はい、そうそうそう。あ、ファンから片桐さん。片桐君ファイト。はい、あ、じゃあ片桐さん、ちょっとなんか誰だかわかんないですけど。お、かわいい。ありがとうございます。女性一人ね。女性一人ですね。みんなムキムキ。ありがとうございます。見せサービスポーズ。絶対みんなとポーズしますからね、必ずね。はい。ありがとうございます。じゃあまたね、じゃんじゃんじゃんね、コメントをください。誰だろう。ではですね、ここからは、楽しい楽しいトークを行っていきます。トークタイム、トークタイムです。イエス。で、ただね、あのトークしてもちょっとあれなので、テーマをいくつか決めて、やっていきます。はい。はい、ポーズ、ポーズ嬉しいって。ポーズ嬉しい。どんどんやります。ポーズ、どんどんやっていきます。合間にやって。どんどんやっていきますよ。もし希望がありましたら、誰のどんなポーズが欲しいのか。ぜひ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 。指名制です。指名制で。指名制でお願いします。ちょっと脱ぐことはできませんが、そうですね。はい、ギリギリタンクトップの、ね、はい、この範囲内でやらせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、まず一発目のテーマ。2018年1月です。はいはい、はい、始まりましたね。今年が始まりました。皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、皆さんもうやったことがあるはずです。もう今年絶対これ。お、何でしょう。あります。え、誰もがやったあれですよ。あれですね。日本人は全員やるんじゃない。日本人は絶対やりますね。はい、何だと思います。あれしかないでしょ。あれ、その時ってジムとかってやってます。実は空いてるんすよ。1日からね。ピーピーピーってきましたけど。誰？どういう意味？ポーズないでしょ。これでしょ。これ。ああ。これか。これ？
え、これを何みんなで厳しいかなぁチャンスがあったらじゃあそうですね、チャンスがあったらね、はい、ぶっ込んでみてください。はい、はい、これです。今年の抱負を、はい、書き初めで書きましたので、はい、ましたね、それを新年っぽいですね、発表したいと思います。いや、どんな抱負があるのかね。はい、あのもうこれ残りますから、動画として。そうですね、はい、ここで言ったことが、ね、あれですよ、あのこの1年間ね、はい、振り返った時に全然ダメじゃんって、あ、思われないように、やばい、決意表明ですね、完全に。やばい、プレッシャー、全国の皆さん見られてますからね、決意表明。そうなんです。なのでちょっと気合い入れて、なんで汗をかき染めって、見えてんのかな、汗。やばいやばい、グレーかな、グレー、やばいやばいやばい、汗かきすぎってことなの。グレー率高いんですよ。そう、グレー率高い、ね、汗目立っちゃう、そうですね、だんだん最後の方に強くて濃くなってくる。はい、じゃあ早速いきたいと思います。はい、はい、それではまず僕からですね。はい、こちらです。ででん、見えますか。はい、ひらがな、ひらがな、ひらがな、曲がって、え、いくつでしたっけ、いくつでしたっけ、島津さん、いくつでしたっけ。私、今年26歳です。26歳、味がある字で、そうなんですよ、見てください、独特な、ね、斜めに書いて流れるような、うん、ひらがな、ひらがなね。僕これで、あれでも高校生の頃書道部だったんです。いやそういう人、そういう人はいらないです。そういう人はいらないですよ。あの神奈川県賞でも銀賞取ったくらい、かなりちゃんとやってましたよ。見えないね、面影が全く引いちゃう感じなんですけど、大丈夫ですか。一瞬待ってください。もう一回見しましょう。もう一回、はい、銀賞、銀賞ですこれ、銀賞。睡眠のその心は、はい、睡眠の心はですね、やはりあの筋肉が育つというのはですね、食事、トレーニング、睡眠なんですよ。そうですね、大事ですね、大事。いかにいい睡眠するかで成長ホルモンの出方変わるのね。そうですね、大事ですね、本当に。寝ないと筋肉つかない、本当にそうですね。次の日のトレーニングができないとかね、そうパフォーマンスが落ちます。超回復に時間があるんで、ね、専門用語出ちゃいましたけどね、うん、成長ホルモンをいかに出してね、そうですね、うん、ドーパミンブワードーとか出して、大事ですね、どんどんでかくなるからね、はい、そう、睡眠大事なんですよ、大事ですね。だから去年はやっぱあんま寝れなくて、仕事忙しくて、1日やっぱり6時間とか5時間くらい、あー、ちょっと少なめですね。そう、少なめだったので、今年はね、まあ、ちょっとちゃんと9時間からね、寝れるように、なかなか寝るな、長いね、9時間はなかなか寝るな、それはちょっと成長ホルモン止まっちゃうと思う。逆に寝すぎて、寝すぎて、あ、ほんとに仕事してるの、8時間以上寝すぎて、ひらがなってきてますね、確かにね、銀賞ですからね、銀賞だから、銀賞ですよ、神奈川県ね、みんなこれの良さ分かってないでしょね、銀賞他の人みんな金賞だよこれ。ちょっとブランクが、ブランクね、ブランクがあるので、そうですね、はい、というわけでですね、僕の今年1年は睡眠をちゃんと取るでした。はい、はい、ありがとうございます。はい、素晴らしい。はい、では続いてこう言って、ももこさん、はい、お願いします。私はちょっと辺と作りがバランスが崩れてしまったんですけども、足がちっちゃい、はい、こっちの方が上手くないですか。足ちっちゃい、うん、これ金賞っすよね。あれ金賞、ちょっと待って あの最後みんな出したら誰が一番だったか、あー、いいですね、視聴者に決めてもらいましょう。いいですね、誰が一番、皆さんジャッジ、ジャッジをお願いします。ジャッジを、あの踊るという字で、あの元々競技ダンス、あのラテンダンスをずっとしていて、その後ボールダンスとかもしていたんですけど、ここ最近ちょっとサボり気味だったので、ダンサーとしての筋肉をもう一度呼び戻そうかと思いまして、あの今年はもうちょっと踊る機会を増やそうかなと思っております。なるほど、はい、いいですね、はい、踊り、いいですね、女性でダンス踊るってなんかセクシーだよね。そうですね、ポールダンスは本当に女性の筋トレとしてとてもおすすめです。あ、そうなんですか。そうですよ、やっぱ心地と隣り合わせなので、でリスク高くないですか、だいぶだいぶ筋トレに対してリスク高いですよね。やっぱ逆さまに棒に捕まってあれするので、あのちょっとでも気を抜くと滑って落ちて首の骨折って死んじゃうので、うわ、あ、もう顔も真っ赤にしてプルプルするし、まずは筋トレは、まあ、ハードル高いけれども、ちょっと踊ったりとか楽しんでみたい人にポールダンスおすすめです。だそうです。はい、はい、なんか踊ってみてっていうコメントが、おぉ、イエイ、イエイ、軽くね、触るよね、じゃあ、後でちょっと、後でちょっと、ラテン
お、ラテンだ、しかもラテンを見たいですね、まあ、じらしますね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では続いて、はい、僕の、あ、すいません、ちょっと先にアミノ酸だけ、ああ、そうですね、ちょっと補給しとかないとね、補給しないと、はい、栄養よ、ちょっとずれずれずれ、ちょっと忘れてきたんですよ、なんで飲んだのか、ちょっと調子ですなんですか、やっぱり僕たちは常日頃こう栄養が枯渇されているので、失われているので常にこうアミノ酸、タンパク質の細かいやつを入れて常に筋肉をなくならないようにしてる。なるほど、なくならないように、なるほど、すいません、ちょっと書き初めの話させてくださいすいません、僕なんですが新しいですね。この目標は、新しい人との出会い、新しいお客様、新しいこと、新しいことに全部チャレンジしていきたいなと思いまして、僕の方は新って書かせていただきました、うん、なので新しい趣味見つけているので皆さん何かあれば誘ってください。はい、はい、新しいね、サプリメントとか、あと、ね、新しいサプリメントだ、新しいトレーニングとかね、あ、ぜひぜひ、最新メソッドを取り入れていきながら、ぜひぜひぜひ、うん、僕 G どうですか、ここなくしてこんな感じです。当たり前体操お願いします。さっきから同じあれが同じ人ですよね、これね、知り合いっぽいよね、これね、知り合いっぽい、知り合いっぽい、ぜひこのジャッジもお願いします。後で、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、はい、僕はですね、まあ一文字で勝つ、まあ、結構そうですね、まあ、新しいと同じで、まあ、僕も挑戦していくと、そのさっきあとフィジークって言ったじゃないですか、うん、でコンテストでやっぱり今年こそは、うん、あのチャンピオンになった。やばい、そうですね、なのでチャレンジした上でしっかり結果を出すと。あ、ありがとうございます、チャンピオン、チャンピオン、あの、ぜひあの応援してください、よろしくお願いします。4位超え、あ、そっか、日本大会4位、あ、声、まあ、ライバルが、なるほど、皆さん打てるんで、ね、もしかしたら負けねえぞ、一緒になるかもしれない。フィジーク出ないで、市民で頑張るぞ、頑張りましょう。はい、ありがとうございます、勢いが大事ですね、そうです、ありがとうございます。はい、ではお願いします、はい、じゃあ僕もちょっと待ってくださいね、ちょっとアミノ酸を間に挟んで、このまま流れ続くんですよ。ちなみにそれ何のアミノ酸一緒なんですか。これ BCA ですね。あ、一緒ですか。まあ、筋肉の分解を妨げたりとか優先では置いといて宣伝だったらね、宣伝しようとしたんですけどやめました僕は、はい、今の BCA の下りがあったので、はい、ちょっと字は見ないでいいです、入賞ですね。で、僕も字の癖がすごい、かわいい、下の方が僕もコンテストには出てるので今年、去年ちょっとコンテスト出たんですけど入賞もならなかったので、今年は入賞、その上の、すいません、その上じゃないですね、5位入賞を目指して頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。いましたね、まあ、銀賞よりかはいいかなと思うんですけど、どうですかね。あとでちょっと投票お願いします。ちょいちょい、ちょっとお願いします。書道は落選ですという、嘘でしょ。うまいこと言うね、うまい、誰書道は、まあ、でも書道はですからね、書道はだから、本業の方はね、本業の方は勝てばいい、コンテストは勝てばいいので、うん、あの入賞はね、ちょっと書道は本業じゃないので、うん、大丈夫です。はい、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ最後です。はい、あ、僕もちょっとその前にいいですか。それは、お、なんすかそれ、なんかこれ、あの、〇〇の天然水です。天然水、アミノ酸じゃないですね。アミノ酸じゃないですね。入ってないです。すいません、挟んできました。はい、私はこちらです。じゃじゃん、お、楽、楽、まあ、楽しいっていう意味はありますね。はい、はい、あの、練習って、あの、辛いばかりが練習じゃないと思って、やっぱ楽しさがないと続けられないと思うので、うん、
まあ、ランニングにしても、まあ、ちょっといろいろ僕は観光地を回ったり、都内の名所回って楽しみながらランニングしたり、まあ、走るときはがっつり長く走ったりっていう、まあ、トレーニングに楽しさを求めて、1年間、今やってることをより高めていって、トレーニングにつなげていけたらと思っております。なるほど、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。もう僕らからしたら有酸素やるってなんかもう本当にすごいな。いや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 、できますよ皆さん、ストイックだから。1キロ走ったらもうやばいですからね今ね。倒れちゃうぐらいですからね。そんな体力ない。そこまでじゃないと思う。1キロは持ったかもしれないですね。すいません。ちょっと1キロ盛りましたね。1キロダッシュってことですよね。なるほどね、本気で。そしたら 50m ぐらいでしょうね。ダッシュなら100やったら死んじゃうから。100やったら死んじゃう、もうゲロ吐いちゃう、ゲロ吐いちゃう、ゲロ吐いちゃう、そう全部プロテイン出ちゃうから、出ちゃいます、ね、プロテイン飲んでから走るもん。そうそう、走る時間があるならトレーニング。そうですね、そう時間があるからね、ランニングは。そうそうそう、そう、なんか誰が1位だろう。あ、じゃあ全員出しましょうか、じゃあね。よっしゃ、誰でしょうか。じゃあでは、見ている皆さん、誰の字が一番綺麗か、その言葉をコメントで、ください。斉藤に一票。斉藤に一票。正しい。これでしょう。勝つ。入賞。楽。一番上手いなと思う言葉をコメントでください。お願いします。お願いします。睡眠。睡眠。あ、薬来てます。薬じゃないから。やべえやつみたいな。薬来ましたね。私はステロイドにしようかなって。あ、睡眠。あれ二つだよね。睡眠に。睡眠人気だね。超。お、勝つ来た、勝つ。勝つ来た。並んだ、並んだ。薬じゃなくて、あれサプリですよ。サプリ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 ですよ、サプリ。サプリ。これは使ってる。睡眠2票だね。睡眠。今の睡眠かな。ねえ、やっぱ現象は違うね。ああ。やっぱ見る人が見ればね。そうなんですね。うまく見たら達筆に見えん。やっぱダメなんですかね。ちょっとね、こう。お、踊る。踊るも来た。踊るも来た。あら。みんな個性的。あ、優しい。あ、優しいね。島津さんのやつ。名前でね。なんで睡眠でやる。お、入賞来ましたよ。お、あれ。お、入賞。お、入賞。おっしん。あらら。チャンピオン。チャンピオン。誰チャンピオン？入賞またチャンピオン？入賞一気に、あれこれ入賞一気に増えてますね。入賞バタッとね。本当だ。人になって。ちょっと今もうやめましょうかね。逆だったからね。いいと思うよ。でもね、入賞3票入ってますからね。勝つ。あ、これ勝つ多いんじゃない？勝つ来てますね。同じ人ってるの。ダメですよ、一人一票だからね。一人一票ですよ。一人一票で。あと30秒で締め切ります。さあ、薬お願いします。薬。いやもうサプリ、サプリ。筋肉アピールしてもしょうがない。ぜひ真に一票。真に一票。10秒くらいですかね。今どうな、じゃあこれは勝つですかね。いや、これ勝つですね。勝つ今4じゃないですか。勝つ4ですよね、多分ね。勝つ4。ということはじゃあ勝つですね。これはじゃあ勝つの片桐さんがじゃあ。チャンピオン。筋肉アピールタイムです。ちょっとばっかり出す。いいですね。はい、では1個目のね、今年の抱負のテーマ、これで終わりたいと思います。はい、続いて2つ目のテーマです。はい、筋肉のここが素晴らしい。イエーイ、素晴らしい、素晴らしい。こういうのね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 。僕専門なんで。僕たちの書道は置いとくんで。専門じゃないんでね、ちょっとすいません。はい、筋肉のここが素晴らしいですね。まあもう本当に自分が思う筋肉ってこれいいよねってね、筋肉ってこういうところが本当にもうなんかだからハマっちゃうんだよねみたいなことを、うん、ちょっとね、一人ちょっとずつ発表できたらなと思いますので、はい、はい、行きたいと思います。じゃあまあこの順番でね、もう一回喋ってみましょう。はい、じゃあ僕から。はい、これ結構最初って楽なんですね。ずるいよね。俺から言わせてよ、じゃあ。え、俺から。あ、先にじゃあ。ダメ？いい？まあ、どうぞ。大丈夫じゃないですか。じゃあ、いいですか。じゃあ、冗談からいきましょう、次は。冗談からね。冗談から。ごめんね、とっちゃって。こう言って、最後ね、MC ね。じゃあ、小林さんからお願いします。じゃあ、筋肉のここは素晴らしいということで、筋肉はトレーニングを裏切らない。うん、間違いない。間違いない。やっぱりやった分だけつきますし、サボったら衰えますし、やっぱり食事も不摂生なものを取ると
まあ、その分あの脂肪とかついてきちゃうんで、うん、まあ、僕が言うのもなんですけど、うん、一番脂肪ついてますよ、この中で。はい、トレーニングは、筋肉はトレーニングを裏切らないと。そうですね、ここは素晴らしい、まあ、みんな共通で思ってると思うんですけど、確かに本当に納得できる、本当に素晴らしいと思う男ですね。裏切らない、誰よりも裏切らない。だんだんカウカウに見えてきちゃった。笑顔が。そうですね、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。被らないようにね。はい、難しいの被らないよね。じゃあ三浦さん、いや本当は僕もそれ言いたかったんですけど、ちょっと変えるというか、もう一つ考えたのはあれですね、まあ、筋肉というかトレーニングなんですけど、トレーニングしてると、仲間増えますね。仲間増え、もう全然上がら足りんで、むしろ喋ってないのに一緒に補助入っちゃうとかね、急に、あ、急に補助入ってそっから話し合って仲良くなるっていうのは結構あるね。確かにね、さ、そう、素晴らしいね。そう、素晴らしい、ね、トレーニング素晴らしいなと思いましたね、打ち止めるのが早い。そうですね、大会で前の人とパンプアップやり合って仲良くなって、そう、ありますね。ね、そうそう、そういう、そういうのもありますね。仲間増えるのいいですね、やっぱね。確かにいいね、確かに、うん、趣味も一緒だからね。そうですね、そうそうそう、そうジム一緒に行けばもう仲良くなる。そうですね、筋肉は見えない言葉ですよね。そうですね、いいこと言ったね、いいこと言った、いいこと言った。なんか俺のあれ撮ってません、なんか BL じゃありませんよ。BL じゃありませんよ。BL まあ実際多いとか言うけどね。え、そういう経験あります？なんか BL っぽい人にちょっと目つけられた、目つけられたっていうか、ね、なんかあるあるみたいなね。あるかな、なんかな、確かに。まあね、そういうのもね、あるからね。あるかもしれないですね。まあ、BL じゃない。BL ではない。まあ全員ちゃんとストレートか。そうですね、そうですね、そうです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあやっぱりあれじゃないですか、まあ、見ていただけたら、まあちょっとやっぱり筋肉があると服をかっこよく着こなせる。うん、あ、確かにいいとこだ。あ、まあ、これはもうもちろんタンクトップもそうなんですけど、うん、まあ、桃子さん見ていただいたら分かるように、やっぱり女性ですよね、うん、やっぱり鍛えてる男性から見て、鍛えてる女性ってすごく良くないですか？素晴らしい、めっちゃいいですね、素晴らしい。やっぱりそうなんですよ、うん、まあ、男性も女性もかっこよくなれ、かっこよくなれるっていうか、服を着こなせるっていうのがなんか筋トレしていいなっていうものですね、うんうん、間違いない、間違いない、間違いない、筋肉あるとね、筋肉あるといいですね。一段服がね、ちょっとこう安いものでも高く買えます。まあ全然買えますよね、有名なファストファッションで全然いいですよね。もう本当筋肉がもう一番のファッションですよね。イエス、ボディアーマー、もう体がもうファッションですね。そうね、うん、なんか服がきつくなりませんか？なります、なります、あれですよね。あ、でもまだちょっと取っておきます。あんまり上げると痛い筋肉が悪い、最高の褒め言葉ですね、最高の褒め言葉。こっから、こっから同じネタで90分いけますからね。じゃあやめといた方がいい、真ん中になっちゃうからね。進めていきましょう。そうそうそう、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、開花、あれ、じゃあ僕の方から言っていきます。はい、でも皆さん今日寒くなってきたからちょっと軽く温めても大丈夫ですかね？挟むね、挟むね。出たね。そうです。筋肉は自動的に温かくなるんです。熱を出してくれる。僕もトレーニングを始めてから基礎体温がだいたい2度ぐらい上がったので、寒いこの季節でも温かい、温かいです。なので、寒くなったらこんな感じでやると温まる。それが素晴らしい。挟むね。そうです、挟むね。カウカウ挟むね。ちょっと歩けばすぐ暖かくなりますね。そうなんですよ、うん、夏場なんか電車ですぐ汗かきますから、ね、ちょっと おでこちょっとテカってますね。もう今ちょっとパワープロちょっとアップして、ちょっと今これだけで熱くなってきてる、熱くなってきてる、代謝上がってますね、代謝上がってる、代謝上がってる。じゃあ次、はい、はい、完全に狙っていくよ。他で表情狙ってきて人間ホッカー、言えてる、言えてる、間違いない、言えてる、言えてる、天然のヒートテック。私の周りが全部筋肉の壁に包まれてて今すごいあったかいです。あったかいですよね、確かに。天然のヒートテック、いい名言です。いい天然ヒートテック、使いたいですね。あー、いい、何話のみたいなね。
ミートテック的な。ミートテック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 いいな。それ面白いな。ミートテック。ユニクロ泣かせ。ユニクロ泣かせ。ユニクロ泣かせ。ヒートテック使わないもんね。そうですね。サラファインの方がよく使う。詳しいの詳しい。確かに。はい、じゃあ、はい、早さんお願いします。そうですね、筋トレのいいところなんですけど、あの短期的なあの成功体験が得られるというのが非常にいいかなと。あの大体こう人間目標を立てて、例えば試験とかだと何ヶ月とかあると思うんですけど、筋トレの場合は今日はこのメニューをやるぞ、1時間か2時間後にはできたって、ですごい疲れていて、いい汗をかいていて、次の日筋肉痛とかだったりすると、いや昨日の自分頑張ったなみたいな。このストレス社会で、あの成功体験がこんなに嬉しい形で得られるって筋トレしかないと思うんですけど、皆さんどうですか、そこら辺は。いや、もうその通りですね。すごい分かります。その通り。もちろんですね。そうそうそう。なんかすごいかっこいいことを言ってくれたから、はい、ちょっとね、さっき言ってたことちょっとミートテックちょっとふざけすぎたかなって。消えないですかね。消えない消えない残る。ちょっとカットできない。生放送です。自分の言葉には責任持ってください。すいません、わかりました、わかりました。というわけで筋トレおすすめですという。なるほどね、はい、女性もおすすめする。はい、ね、とてもおすすめです、ね、あのストレス解消に最適です。間違いない。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後、私ですね、筋肉のここが素晴らしいというので、うん、筋トレ、皆さんはいつから始めました？いつから？小学校とか。え、早い、早いですね。違うんですか？部活クラブとか入ってたら、いやもうそんな感じですかね。あれあれ、小学校ウェイト持ってやってたの？自重ですね。あ、自重ね。あのウェイトは中学校。完全にウェイトだったら中1？中1です。それは早い。早い。あれ、腕立て伏せとかそんなのでしょ。確かに自重ですよね。自重、自重。でも身長別に縮ま、なんか伸びなかったとかない？ないですね。普通に伸びましたからね。じゃあそのまま結構一気にどん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 。で、ウェイトトレーニングがずっと続けてきて、だからもうトレ歴何年くらい？トレ歴だから10年ぐらい。10年長いですか、これ。この中だったら最長なんじゃないですか。長い割にあんまり大したことない。いや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 、密度がね、筋肉の密度が。でも生まれつきそうじゃなくて、徐々に徐々に積み重ねてこういう感じになってくる。そうです、そうです。努力の証です。そうなんです、努力の証。早いもん勝ちですね。早く始めた。あー、なるほどね。そうか、昔からやったらいいですね。いいですね。僕は、あ、僕が伝えたかったことは、トレーニング始めるとなんか性格変わりません？あ、前向きになった。そう、前向きに。はい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 。前までちょっと独り身だったのが、筋トレして自信がついて、誰かと話すときに何か自信がつくから、話しやすくなったり、明るくなったり、あるある。人生がちょっと豊かになったりとか、そう。なんかちょっとそういう意味で、トレーニング始めたとこからちょっと人生変わるみたいな。なんかね、あの僕ね、筋トレ素晴らしいとこだなって思って、人生がちょっと一つ変わるんですよ。見られることに抵抗がなくなってきます。そうですね、いい意味でナルシストになってくる。ああ、いいですね、いいですね。いい意味でね。いい意味で、本当にポーズ取ったりとかね。鏡が、鏡がポージングしちゃう。鏡はね、もうそ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 う、それになるね、車のサイドミラーでさえもちょっとやっちゃったりなんかもね、なくはないですよね。なくはない。そう、なんかどれね、こう、まあ明るくなれるというか、僕はいいなと思いました。はい、いや、なかなか2つだけだけど、結構ボリューミーだね。ボリューミーだね。止まらない、止まらないね、もう言いたいことがね。まだまだいけるからね。全然まだいけるから。これだけでね、もう終わっちゃうからね。終わっちゃう、終わっちゃう。全然いけちゃうからね。まあでもね、もうちょっとね、喋っていきたいと思います。はい、ちょっとね、巻きに行きましょうかね。それでは、ちょっと時間も45分ギリギリなんですけども、じゃあ、これいきましょう。一番好きな筋肉V でいいですね。みんなこだわりあるからね。こだわりがあるので、で、あの、これ被る可能性があるのでね、 V、 まあ別に被ってもいいと思うんですけどね。はいはい、好きな V なんで、あの、これもじゃあ全員好きな筋肉一つ、その理由もいきます。じゃあ、もう一回、あ、私から。はい、僕は腓腹筋。お、どこですか？そう、あまり皆さん知らないかもしれないんですけど、マイナーなとこ行きますね。ふくらはぎですね。ちょっと
今日下なんであれなんですよ。あ、すごい。うわ、すごいっすね、サイズが。うわー、でかい、でかい、でかい、切れてる。ここのちょっと日焼けの感じ。そうそう、ランニングやりたい、ランニングやりたい。ランニングやりたい。でちょっとあの自慢なのが、僕足はあのジムとかで筋トレしてないんですよ。しないで。ジムでやるときはそう、あの足りないボボ、足りない上半身やって、もう足はあのずっとサッカーやってたんですよ。サッカーの時からもうふくらはぎは結構人よりあの筋肉つきやすいところで、あとランニングで今あのやってて、ここはずっと衰えないんですよね。なるほど。皮腹筋。皮腹筋です。覚えてください皆さん。皮腹筋。皮腹筋を覚えましょう。はい、はい、大事ですね。大事な場所。皮膚筋好きな女子結構いますか、ね、マジっすか。じゃあ俺ずっと短パンで冬でも短パンでちょっと1年通して見せて。じゃあ今日もこれでシシャモ最高の褒め言葉で言われると嬉しいですね。分かってる。誰だろう、シシャモ言ってくれた人。シシャモ分かってる人が言ってくれてます。同業者だろうな、君。同業者。同業者それがトレーニーね。トレーニーね、見せる。違いないね。筋トレできる人、ドルフタに見る。ありがとうございます。ありがとうございます。積み重ねですからね。努力してます。一応。一応努力してます。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい。僕は腕は腕でも、その腕の裏側ですね。はい、上腕三頭筋というところなんですけど。上腕三頭筋、はい。ここですね。お。わかりますか、ね。お。おここちょっと筋がね、わかりますこれ。あ、いいですね。でかいね。これですね。切れてる。切れてるよ。仕上がってるよ。そうそう、これです、これ。なぜそこが？これはですね、僕もうトレーニングスタートした時ってめちゃめちゃガリガリで、腕も棒みたいだったんですけど、見えないね。その時にトレーニング教えてくれた人が、腕太くするんだったら、あの裏側を鍛えた方がいいよってこと言われて、とにかく腕の裏めっちゃ頑張ってたっていうのがきっかけで好きになりましたね。なるほど、いいエピソード。痛くなればなるほど好きっていう。そう、やめたくなくな、やめたくならない？ならない。やめたくならないですね、やってても。そうそうそう。やってもいいんだ。そう、ずっとやりたいって感じになっちゃいますね。マリオね、好きな部位ね。好きな部位ね。ここだったらいくらでもやれちゃう。いくらでもやれちゃうとこ。気づいたら3日連続でやっちゃってる。やりすぎ、やりすぎ。しなきゃいけない。次の止まらない。次の V が楽しみみたいなね。次の週。M が多いですから。多いですよね。そう。で結構この質問されません？言われますね。すごい言われる。ド M って言ってますけどね。はい、ド M です。でも結構あの自分のこと追い込むから、S っていう部分も。極端に持ってたりするからね。そうですね。またやみんなトレーナーさんなんでね、S の S だから。トレーナーの時は S で、トレーナーになると M になるんで。忙しいんだよね。両面持ってますね。両方なんですね。忙しい、本当に。自分が本当はどっちなのかって忘れちゃう。そうですね。そうそうそう。本来の自分は。両面出せるからいいですね。どっちもできる。リバーションでリバーションね、リバーションね、はい、SM ということですね。SM ですね、はい、SM ですね。生放送なんで、はい、ギリギリのところで、ギリギリで、はい、では次片桐さんですね。僕はこれですね。お、動いてる動いてる、動いてる動いてる。お、ルーレットしてる。だから悩んでる。大胸筋ですね。大胸筋ですね。大きいね。うん、ありがとうございます。があるな。横から見るとね、特に分かるんだけど、ね、これ。そう。女子で言うとこの分かるかなこれ。B C ポーズができないんですけど。サイドチェストですね。なんで大胸筋なの？なんで大胸筋？いや、なんかあれですね。まあ単純に僕も始めた時は最初あれですね、腕立て伏せからやっぱり入って、うん、で足怪我したんですよ。野球していて、でその時に。部室にあったこうバーベルですね、バーベル、はい、うんうん、でこうひたすらもうずっとやり込んで、はい、まあ、そこでこうなんか中学生だったんですけど、もうこう出てきたんですよ、ここから発達しやすい部位。そうで、変なあざつけられて。何何何 PBK って呼ばれて。 PBK 何ですか PBK。 PBK じゃない。まあ、パーフェクトボディ肩切り。かっこいい。ただの本当にもう本当にふざけですよ、ふざけ。濃いあだ名ダメでしょ、逆にね。 PBK ちょっとそれやってほしいな。パーフェクトボディ、フルネ上腕二頭筋、三頭筋鍛えればみんなも無理、ちょっとあれを、まあ、これはもう後で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 来たよ。さあ、来た求められてますよ。 PBK 来ましたね。来ますよ。パーフェクトボディ
やばいオッケー、じゃ あ、OK、それをお願いします。上腕二頭筋、三頭筋、最後のボディまで。それちょっとやばかんない、大丈夫、上腕二頭筋上腕三頭筋で、あなたも鍛えればパーフェクトボディ、あなたも鍛えればパーフェクトボディ、そう、それをいきましょう。はい、3、2、1、キュッ。上腕二頭筋、上腕三頭筋、あなたも鍛えればファイフトボディ。もうちょっと盛り上げましょう。みんなチームだからね、チームね。BBK 来てる、BBK 来てる。ありがとうございます、ありがとうございます。パチパチパチ。よくやった、よくやった。めちゃぶりよくやったね。ちゃんの打ち合わせもなしに。知り合い見てないよね。難しいですよね、次ね。もう次回からもうこれで。はい、ありがとうございました。パチ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 。パチ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 。パチパチパチ。では、斉藤君お願いします。はい、僕はですね、もう三角筋っていった肩の筋肉ですね。肩の筋肉。いいね。肩でかい。でかいでかいね。でかいね。くっきりだね。肩ですね。おお。見せる肩。盛り上がった。いいよいいよ。おお、いいですね。わかるわかる。でなんでかっていうと、やっぱ僕骨格小さいので、肩幅が昔からなかったんですね。なので肩の筋肉を鍛えると、こう外側に出てきて体が少し大きく見えるので、僕はちょっと肩のトレーニングっていうのをやっぱ意識して。やって少しでもこう体を大きくしようと頑張ってます。素晴らしい。ぜひ肩のトレーニング、自分の体の特性を知れるのも筋トレーニング。そうですね。自分を知れる、いいとこと悪いところもあるんで、努力して頑張る。努力してね。いや、いい。モテたね。素晴らしい。笑顔。持ってってるな。挟まれるよ。挟まれるよ。挟まれるよ。挟んでくるよ。はい、ありがとうございます。はい、では、阿部さんお願いします。私はですね、腹直筋ですね。あ、腹直筋、はい、女子の憧れ腹直筋。もう結構最近フィットネスブームがちょっと巷にも来始めてですね、腹筋女子を目指して、されてる方多いと思うんですけど、やっぱり引き締まったウエストって女子の皆さんのここですね、お腹ですね、腹筋ですね。お、見せてくれるんですか。え、あら、サービス。あ、この今流行りのハの字腹筋ですね。そうですね、ここの。あ、いいいいですね。切れてるよ、切れてるよ、切れてるよ、切れてるよ。いやいや、トレーナーさんの皆さんの前でお恥ずかしいんですけど、トレーナー顔負けですよね。いやいやいや、全然全然。あやさんも素晴らしい腹筋ですね。というわけで、大好きです。ここがあるとやっぱりそのちょっとなんていうんですかね、ピタッとした服を着ててもボディラインが綺麗に見えるので、女性としてはやっぱりあるといいなという。間違いないですね。腹直筋です。腹直筋ですね。皆さんも鍛えましょう、腹直筋。はい、鍛えましょう。鍛えて、あや声、あや声、あや声。おお、ハードルを上げてきました。ハードル上げてきましたね。超えましょう、超えましょう、超えましょう。じゃあ皆さんの力をお借りして、みんなでね、しごくね。はい、エストレーナーが。すごい豪華ですね、なんか。そうですよ、なかなかないですよ、こんなね。4-1で3、5-1か。5-1。1時間ごとに変わってね。2時間。5時間とね。3頭筋鍛えてあげて、大胸筋鍛えてあげて、三角筋鍛えてあげて。腹筋、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 腹筋。いいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後は僕ですね。僕の一番好きな筋肉は、広背筋です。背筋ね。広背筋は背中ですね。背中ね。はい。皆さん見にくいかな、でもね。ここですね。ああ、そうですね。背中でーす。はい。鬼の顔、鬼の顔。鬼の顔、鬼の顔。難しい、難しい。クリスマスツリー？クリスマスツリー？ちょっとクリスマスツリーはまだ出ないな。まだ出ないな。今年の12月まで待ってね。はい、終わりました。はい。やっぱ背中が広い男性でかっこいいな。背中で語れるトレーニング。ああ、いいですね。背中ってやっぱりこう鍛えにくいですね。そうですね。見えないですか。唯一見えないですからね。そう、見えないから。意識しにくいね。だからやっぱり背中がちゃんとできてる人ってのはやっぱね、トレーナー、トレーニングしててもすごいなと思う。から、まあそこがしっかりね、できてると。かっこいいし、だからまあ一番好きな筋肉でもあるんですけどね。そう、背中が広い男性がこう T シャツ着て歩いてってやっぱかっこいいなと思いますよね。抱きつきたくなっちゃう。男は背中で語るってね。語りましょう。語っていきましょう。語っていきましょう。はい、もう言いましたからね。口で言いまくってますけどね。
はい、ですね。OK、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ちょっと、どうしましょうかね。企画に行くか、行かないか。企画に。それでですね、もうトークは一旦中断といいますか、はい、終わりにしていきまして、ここからは、企画をやっていきたいと思います。何が企画のコーナーですね。何だ、はい、では企画の名前を言いたいと思います。はい、企画はスクワットサバイバルバトル。なんかわかります？スクワットサバイバル。戦うの？サバイバル。ああ、戦ういいですね。戦いますね。スクワットサバイバル。はい。そのままですね。スクワットで戦います。の。はい。どうやって？はい。あ、じゃあ内容説明しますね。お願いします。はい、この企画はですね、トレーニングの基本のスクワット。はい。これをしていただきます。うん、しかし、ただ回数こなせばいいというわけではないんですね。何回やったらいいかとかじゃなくて、全員が順番に最低1回、好きな回数だけスクワットをします、うん、はい、でこれをただひたすら繰り返すんですね。お、はい、そして、その全員の合計を、ね、積み重ねていって50回目の人と100回目の人がアウト、はい、なるほど、なるほど、はい、なんですね。あ、はい、じゃあ50回目と100回目にスクワットになっちゃった人は、うん、その場で負け、負けということになる。頭を使うんですね。そう、頭を、筋肉だけじゃなくて頭ね。それはな、ちょっとな、鍛えてないですからね。そう、鍛えてない、鍛えられないところで、もうちょいね、時間欲しかったな。もうちょい時間欲しかった。予習がこれは予習が必要だった。そうそう、最近使ってないですからね。そうなんですね、体ばっか使っちゃうとね。そう、体ばっかなんですよね。感覚で攻めましょう。感覚で、大事ね。いいじゃないですか。じゃあそれをですねやっていくんですけども、ちょっと人数これいっぺんにスクワットできないので、はい、前列の3人、はい、それから後列の3人、はい、で分かれて、はい、やりたいと思います、はい、なので最初の3人で戦って1人が勝ち抜けます、うん、お、後ろの3人戦って1人が勝ち抜けます、お、これで最後決勝です。お、なるほどなるほど、サバイバル。そう、サバイバル、まさにね、まさにサバイバル。最後の決勝はちなみに100回やっていただきますので、きついね、きついね、きついね、それ。あとルールもスクワットなんだけど、どこまでいく？しゃがむ？いや、もちろん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 、フルじゃないですか。フルちょっと時間かかるな。フルはちょっと、ちょっと下がる。じゃあパラレル。仕方ねえからパラレル。仕方ないから。仕方ないから。仕方ない。時間的にね。時間的に。そうね。パンパン言いたいので。そうそう。じゃあスクワットのレベルはパラレルで。パラレル。パラレルで。パラレルまで行かなかったら脳幹。おお、はい、厳しくね。厳しく。厳しくね。なんならトレーナーみんないるので。そうね。厳しくそこはチェックしてる。パラレルで床と平行です。ね、床と平行。ミリ単位で見ていくからね。ホームチェック入るからね。ホームチェック入るからね。そう、外入るから、ね。そうそうそう。ただスピーディー。ただスピーディーやってね。スピーディーやってね。早速番組を考えて。オーケー。はい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 。それでは、やっていきたいと思いますので、じゃあ準備をしましょう。はい。はい。しましょう。じゃあ、ちょっと椅子を下げましょう。はい、ね、スクワットができる体型を今作ってます。はい、下げて、あ、これを下げて、その前にこちらの方を挟むね。挟むね。すいません、ちゃんと呼吸できた？呼吸できました？できました。行きました。誰が行きましょう。前列の3人が。はい。行きたいと思います。はい。映ってるかな、見えるかな。はい、ちゃんとパラレルでやってるの分かるように横向きでやろっか。はい。こっち向き。こっち向きで。あ、緊張するな。うん、OK。はい。じゃあ、僕から順番に。はい、僕、阿部さん、斉藤くん。斉藤くんがまた僕に行きますね。はい。はい、じゃあ、100回。はい、50回になった人はそこで抜けます。はい、では手は頭の後ろ行きましょう。頭の後ろ、フォームが見えますね。フォームがね、イエス、厳しくチェックお願いします。イエス、あの、はい、コメントくださってる皆さんもあのダメだっていうやついたら教えてください。準備、はい、準備言われてます。はい、行きまーす。じゃあ僕から行きますね。はい、ではスクワットサバイバルバトル、よーい、スタート。1、2、3、4、早い、5、6、
七。いいよ。八。長い長い。行こう行こう行こう。長い。そんな最初から行こう。十二、十三、十四、十五、十六。疲れた。十七、十八、十九、二十。はい。疲れた。二十一、二十二、二十三。何回まで？26何回でも OK。 26 27 50回目と100回目がね。28 29はい、じゃあ30、はい、お、はい、31 32 30来たらやばいよ。やっぱみんなフォームが綺麗だ。34 35ナイスフォーム。36いいフォーム。大丈夫フォーム。37バベルいらない。38バベルいらない。39 40はい、あ、41 42はい、43 44はい、45 46 47 48はい、49 50 はい、はい、でも抜けてはい、いいですね。じゃあ、斉藤君、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、一気です。僕からいきますね。はい、じゃあ、ちょっと疲れてきたから、皆さん数数えてもらっていいですか。はい、いきますね。はい、で僕からいきます。はい、51からね。はい、52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 7377 78 79 80 90 91 92 93 94 96 97 98 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 はい、100 頑張ったのに。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 すごい、アシストね。やり損だ、やり損。いや、いいよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。阿部さんの勝ちでーす。勝ち抜け一人。はい、じゃあ、阿部さん、決勝進出です。はい、おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、もう一回。はい、決勝進出でーす。おめでとうございまーす。はい、それでは次行きましょう。皆さん行きましょう。はい、どうぞ。バトルの良さ足くるよ、マジで。回数多くちょっとやんないからな。はい、それでは、はい、それでは準備 OK、小林さんから、はい、前に行きますね。はい、2回戦目僕らが数えましょう。はい、よーい、スタート。 1はい2 34 5 6 7 8 9 10 10、はい、いいね。11 12 13 14 浅いんじゃない？ 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3233 34 36 37 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 はい 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9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 0
顔がやばい、しかめてなった。89、90、はい、91、はい、92、はい、93、はい、94、はい、96、はい、97、はい、98、はい、100、はい、はい、というわけで小林さんの締めくでございます。優勝、決勝進出、決勝進出、決勝進出です。おめでとうございます。辛いね、これね。辛いです。辛いね。連チャンだね、カラミーさん。はい、連チャン。きつい、きつい。これが何回？100回。100回？ゼロか。ゼロか。え？同じ。はい。はい、では決勝でーす。男の意地見せて。さあ。稼ごう。じゃあ、カサギさんから行きましょうか。足嫌いなんだよね。じゃあみんな稼いようね。よっ、よー。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、18金だから。本当ですか、はい、このままちょっと換金にとか新しい器具買います。あ、いいですね、使ってください。はい、ありがとうございました。はい、というわけで1回目のみんな汗だくだね。結構きついですね。汗だくですね。あ、早速もう BCA を補給してますね。いや、うまいっすね、やっぱり安心感。はい、OK です。それでは、ゲーム終了なので、はい、一回付けを、椅子を戻しまーす。はい、熱い。なんか、いい企画ですね。運動もできて。運動もできて、熱い。ネームの。はい。
筋トレ収集がしみんな歯入ってるみんな元気だねあ、お疲れ様でしたって来ました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうでしょう、我々トレーナー筋トレを愛する者たちのね、綺麗なスクワットフォームね、見せることができたんじゃないかと思いますが、はい、その中でね、このトレーナーに教えてもらいたいっていう人はぜひ連絡をぜひください。ぜひ。ちょっとみんな疲れてる。ちょっとね、ちょっと疲れましたね。あとみんな集まるとすごいね、あの暑いね。もうグレーやばい。グレーちょっとそろそろ濃くなりそう、色が。やばい。一番スカートしたからね。そう、一番頑張ったね。なんかヒートテック入ってるんだけど。地味に面白いらしいですよ。あ、一緒にスカートしてください。おっ、偉い偉い偉い。嬉しい。参加型ね。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しい、確かに一緒にスカッとね、楽しいですね。ね、はい、ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、それでは皆さん、ちょうどいいお時間ですね。もう一個企画があります。おっ、何でしょう。今度はもうちょっと筋トレやめましょう。疲れましたね。ちょっとね、ちょっと休憩欲しいですよね。インターバル、インターバル。だいぶね、もう筋肉お腹いっぱいなんです。休ませることがやっぱり大事ですから。消化育成はできないので。プロテイン欲しいです。次回は1000回をね、目標に。次回1000回を超えたいね。それだけでも。あの、書いた方も出場ですよね、これ。一緒に、ご一緒に。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 みんなで一緒にやりましょう。はい。はい。では、続いてのゲームです。続いての企画は、しりとり韓国ジェスチャー。はい、というわけで、しりとり韓国ジェスチャーになります。しりとりは分かるね、しりとりは。ジェスチャーもまあまあ、ジェスチャーも分かる。檻に入れられちゃう感じ。韓国なんで、今回のキーワード、この韓国なんですね。韓国といったら何を思い浮かべますか。檻、しましまの服。しましまの服、囚人服ね。あ、囚人服ね。他にもっと大事なもの、檻、捕まえるとき。首輪別に韓国関係ないですよね。途中はさ、SM プレイかなんかの方じゃない。ベルトあるね、ベルトあるね、ベルトあるでしょ、綱引かれてね。あ、あるね。あ、わかった、これじゃないですか。あ、おお、正解です。おお、やった。手錠です。じゃあ、手錠ですね。皆さん1個持ってください。はい、でここからですね、ジェスチャーゲーム、まあ、しりとりのジェスチャーで、これ、はい、ね、まあ、例えば、僕がね、リンゴのジェスチャーをしたとしたら、それを見てる皆さん、コメントでね、何のジェスチャーやってるか当ててほしいんです。うん、うん、何のジェスチャーやってるか、ね、当ててください。で、当たってたら、あ、それ合ってますって、正解でーす、なります。はい、違ったら、全然違いますって言います。手錠、はい、当てたら正解で、でそのしりとりを次、うんうん、あれさんが、まあ、ジェスチャーやるということで、コメントくださった皆さんが当ててください。全然わかんないのね、やっちゃったり、うんがついたりしたら、ペケね。なるほど、うん、で、ペケの一番多かった人に罰ゲームがあります。なんだ、なになに、またスクワット。またスクワット。最後ね、仕上げのね、締め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 のね。はい、というわけでね、時間内で最も成績が悪い人に罰ゲーム用意してますので、やっていきたいと思います。では、皆さん手錠をしてください。しました、しました。捕まってます。捕まってます。捕まりません。人生初手錠ですよ。いや、私もまさかこんなとこでやるとは思わなかったね。確かに。いや、ここでよかったよ。ここじゃなくてよかった。確かに、本当はダメだ。本物はダメだ。本物だったらちょっとね、まずいことになっちゃう。まずい。プロテイン盗んじゃって捕まってたんですよ。白い粉と間違えて。あれあるかもしれませんが。はい。それではですね、早速やっていきましょう。はい。じゃあ皆さんもコメントをね、答えをね、くださいね。よろしくお願いします。お願いします。はい。それでは、じゃあ順番は、じゃあ、今頑張った片桐さんから順番に、はい、三浦君行って、小林さん行って、はい、僕行って、斉藤の方にこう回っていきます、はい、それから回っていきたいと思いますので、はい、では、一つ目のお題の言葉を、頭の言葉を皆さんに決めていただきましょう。あ、じゃあ、皆さんに聞いて、観覧されてる方が、はい、じゃあろろろろろろからろじゃあ、もう片桐さん喋っちゃうんですよ。
ロから始まるジェスチャーをしてください。なるほど。これ分かるかな、見てる人。見てる人マニアックやな。トレーニーのここで来てトレーニングになっちゃったからな。これ来るかな、分かるかな。答え、おお、ロイヤル。まあ正解だよね。はい、おめでとうございます。ロイヤル正解です。ロイング正解ですね。背中が来てるわ。トレーニングですね。そうですね。素晴らしいです。ロールケーキ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 。いや、食べたいな。リング中だから、ね。でも食べたい。オッケーです。では、グ、ク、で。はい、グ、グ、クね。うん。カメラに向かってお願いします。じゃあですね。オッケー。あー。あー、なるほど。あ、これは比較的簡単な。これ分かりやすい。結構分かりやすいのに来ましたから、うん、はい、答えてください。あ、筋トレ縛りではないので大丈夫です。こういうのもね、ただの筋肉バカかなと思われちゃうんでね、ちょっと外れましたけどね。これはみんなボケを考えてるのかな。いいぞ、ボケなくて、うん、グー。あ、これ指立ててないですからね。指立ててないですよ。もう一回お願いします。これ逆に分かんないんじゃない？みんなもしかして。分かんない。難しい。くから始まるやつですね。そうだね。そう。ヒントはくですね。ぐではないです。あ、ぐ。おお、はい、車正解ですね。車正解。よかった。いやー、素晴らしいですね。分かってくれましたね。よかった。もうちょっと罰ゲームになるとこだったよ。危ない。忘れてた。じゃあちょっとこっから難しいジェスチャーでもいいんじゃないですかね、小林さんね。まあ、から始まりますね。今すごい簡単なの考えてたえ、いいですよ、いいですよ。それ一度行きましょうよ。あ、行く？じゃあ多分、難しいの。あ、そうだね、順番ね。じゃあ、僕のさ、すごい簡単なの行きますよ。はい。あー、なるほど。なるほど。わかるかな？確かにね。まあ、そうですね。まあ、あれ。運がついたら、待って。満点じゃないですね。そうですね。なんてことは、そうです、最後の丸ですね。おー、イエイ。ナイス。オッケー。じゃあ、ルから始まるやつですね。あー。おー。わかるかな、これ。手つき。おー、すごい。一発。素晴らしい。なにルーティーン。ルーティーンさせたい。どうしてもルーティーンさせたいみたいな。正解、ルービックキューブです。あー、いいね、明日の終わり。ありがとうございます。じゃあ、ブッカフッカプ。はいはい。じゃあ、お、始まってる。あれ、これちょっと難しい。あー、え、かわいい。指差し。かわいい。ブッダ？ブッダってなんですか？ああ。まあ。わかるかな、これ。そういうことだよね。ああ。どうだろう。これみんなわかんないじゃないか。まあ、ブッダかプではないね。逆にわかんないじゃないかな。あれ、これ逆にアウトかな。大きくね、大きく。それでもまあ、そしたらちょっとこれしか心地がいい。来た。服正解でーす。危ない。もうちょいで危ない。もうちょい、あと5秒ぐらいはね。やっぱこう、鉄火性があるとね。そうですね。大きくできないからね。難しい。これね、これ難しい。研ぎたい。そう。で、なんなら僕らが一番見せたい筋肉がちょっと見せにくいね。確かに。ちょっと広げたい。広げたい。ね。やりながら実はポージングしたりしたかったもんね。ちょっとこれきついけど。じゃあ、服なので、グ。斉藤君です。グ。クでもいいんですよね。クでもいいですね。クわかりやすいね。うん。
なんか、いいんだよ、どうしよう。でも、同じ人がずっとね、狙ってるのかな、これ。死を考えてますね、ずっと。もっとずっとそっちを考えてる。結構、そのポーズやり続けるの恥ずかしい。そうね。あ、え、あ、あ、どうしましたね。あれ、ってことはってことはってことは正解は唇ですね。唇一周回りましたね。マサルだよ。タダさんってどういうこと？タダさん入ってるよ。タダさんってどういうこと？タダさん違いますね。カウカウね。カウカウタダさんって。しかも、出したね。終わらしたい。近づいちゃう。間違いですね。はい、じゃあ一周してきて、じゃあまた片桐さんですね。はい、唇。ル。あ、ル、もうルービックキューブ出たからね。同じのダメだからね。同じのダメだからね。ル。やばいよ、時間が。あ、難しいね、これね。お、え、逆に何する？逆に本当に何やってんの？え、あー、なるほど。はい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 。うわ、これちょっと、え、俺分かったけど、あ、お、あ、どっちどっち？いや、下違うでしょ。どっち？あ、ほら、ニコレス、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 なくて、レス、レス、上の方、上の方、レスですね、レスです。バタバタとすごいですね。どうしても終わしたいみたいな。今日ずっと運考えてる人すごいですよね。逆にすごい。脳トレしますよね。脳トレ。脳トレしますよ。たまに。じゃあレス、スですね。ス、ズで。オッケー。始まってる？うん、始まってるよ。あー、なるほど。はいはいはい。ん？うんうん。あー。睡眠。睡眠。絶対同じ人でしょ。睡眠。わかりました。あー、言っちゃいましたけどね。お！来ました。合ってますね。スイカ割り、正解です。スイカ割り、正解。素晴らしいですね。よかった、危ない危ない、いい感じじゃないですか。スイカはリリリリリ、おっ、すごい。なるほど、なるほど、発想ができる、すごいな。どうですかね。わかりやすい、わかりやすい、わかりやすい。リンボーリモダンス、はい、リモダンス、リモダンス、リモダンスです。ありがとうございます。なかなか続きますね。そうですね。じゃあ、スだね。来たんじゃない、これは。スか、出た方がいいんじゃない。あ、これちょっと生活さんの嫌だな。え、マジか、やってないでしょうか。いや、かね。睡眠、睡眠、うるせえ。睡眠しかないじゃん。睡眠しかないじゃん。負けちゃうじゃん。ないじゃんの、うんだしね。柴さん大事っすよ。誰だよ。誰が大丈夫か分かんないけど。絶対生徒だ。大事っすよ。いや、絶対答えられるはず。生徒なら。これ来ないんじゃない？来てないの？あれあれ、生徒さん来ないんじゃない？下手くそ。誰だ？先生、先生言われてますよ。先生言われてるよ。やばいじゃない？あ、量じゃねえの？はい。あれ、これちょっと時間が？違う違う、え？最後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 。ワンモアチャンス。ワンモアチャンス。ラストチャンス、ラストチャンス。スローモーションの、何、あのバスケのゴールでシュートしてる。あ、来ないんじゃないですかね、これね。誰も来ない。あ、俺はしかも分かってても来ないよ。あと10秒ぐらいじゃない？あと10秒、10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1。あー、アウト。アウト。ちょっとやばい、リアルに分かんない。
これはダメでしょ。もうこれは完全にこれがあるからちょっと伝わってない伝わってない伝わってない。わかるよね多分ね。インクラインのベンチプレス。じゃねえし。あ、自分わかります。え、でもこれ終わりじゃないですか。あれ、あ、え、これ分かった人います？スミス、え、そう、スミスマシン、スミスマシンだと思う。スミスマシンで、そうか、スミスマシンで終わっちゃうのか。あれ、ちなみに何だった？何だった？マニアックすぎるな。答えは何？答えは？いや、スミスマシン。うんじゃん。どちらにしても、鬼滅じゃない。どちらにしてもね。やべ、そっか。あー、シンドリ、シンドリ。ということは、おい先生、罰ゲーム、おい先生、罰ゲーム。先生、いや、待って待って、まだ時間あるんだよ。まだまだ時間あるの。まだあるの。まだ大丈夫。まだ大丈夫。で、じゃあ次、私。そうですね、はい。はい、行きましょうか。行きましょう。飛ばしてね、飛ばして一抜けね、飛ばして一抜けね、罰抜けね、罰抜けね。はい、じゃあ、何から。からですか。またはい、あと5分欲しいね。あー、わかるかな。そう、そういう話。あー、なるほど、彼だね、うん、なるほどね、どう表現してくるからね。そうだね、うん、で、どうでしょう。おっ、わー、完全に見たぞ。また、で終わりにして。あれ、でも、違うでしょ。あ、酸っぱい近い。酸っぱい近い。もう一回やってみましょうか、じゃあ。水素水。トレーニーだな、これ。水素水。これトレーニーだな。それ、風トレーニー。ファストジムカーやん。ファストジムカーやん。ジョイフィットとかにも置いてます。ジョイフィット。意味終わったりやないか。意味終わってますね。言わせたがるな。言わせたがるな。言わせたがるな。これは？これは？ちょっと出ないんじゃないの？酸っぱいが近いですね。酸っぱいが近いらしいですね。酸っぱいが非常に近い。あら、でも違う、ね、時間がそろそろ時間がそろそろ物自体あとあれ10秒9近いというか8センスいいね。うまいな、職人が頭いいな、職人が一人いる。残り5秒、4、3、2、1、アウト。そのまま酢、酢、あ、お酢、酢、え、あれ、なんか単語 OK なんですか、酸っぱいとか。あ、全然 OK なんだけど。それ OK なの？ OK なの？いいじゃないですか、単語。うん、酢でいいと思うんですけど。あ、単語酢か。そうでしょ、酢、酢。でも、まあちょっとね、だったので、逆にわからない。逆にわからない。失礼しました。というわけで、脱落です。ずっと酢だね。ずっと酢来るね。ずっと酢攻めで。確かに。はい、続いたよ。あ、なるほどね。なるほど。あ、これはもうすぐ分かるね。出てくるんじゃないかな。分かる分かる。すぐ来るんじゃない？うん。意外と出てこない。出てこないね。うん、ね。あれ？お？これ、これか。あー！スイング！ダブルダブルダブル。ダブルダブル。オーケーです。結構長かったね、来るまで。じゃあ、これ途中で変えるってのはありなの？変えるって。あ、やってる途中で？そう。あ、オッケー、オッケー、オッケーらしい、オッケーらしい。グカクから。グカク。ああ。なるほど。うんうん。なるほど、なるほど。わかるけども。わかるけども。わかるけど、これどう…どう表現するんだろうね。どう解釈するかなんだけど。繋がってるからね。あ、あ、あ、どっち？どっち？いや、グー。グー。正解でーす。ちょっと簡単だった。さあ、グー。またグーね。グーです。グー、グー。じゃあちょっと、難問。難しい感じですけどね。あ、自分追い込むの？あー、はい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 。わかる？うんうんうん。おー！すごい！グリコ一発！すごいすごい。イエイ！
すごいね、よくわかったね。よくわかった、すごいですね。すげえ。ありがとうございます。素晴らしいです。はい、じゃあグリコこ、ごてか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 ちょっと、これやばい絵材なんですよ。開かないからね、手が開かない、結構やばい。こうあ、なんか、なんかちょっとボケボケボケてるけど絵面的にだいぶなんかいじれたじゃん。全然子じゃないし。いいコメント。あれ、これ正解は来てない。まだ来てない、まだ来てない、まだ来てない。この野郎近い、この野郎近いですね。来るか、そろそろ来るのか。じゃあ、あと10秒ですかね。え、あ、あ、ありがとうございます。おはめきでーす。おはめきでーす。さあ、そろそろ時間も迫ってきましたね。はい、そろそろ、もうファイナル決めないといけないですね。はい、はい、じゃあいきます。ち、ち、ち、これだ。あ、オッケー。結果発表で。あ、結果発表ですね。はい、じゃあ結果も分かってるんですが、うん、はい、結果発表こちらでーす、はい、負けが多かったのは、はい、僕と阿部さんでーす。というわけで、これは2人負けというわけで、じゃんけん、じゃんけん、罰ゲームだね。罰ゲーム、罰ゲーム、罰ゲームだね。罰ゲームね。罰ゲームね。じゃあいきます。負けた方が、はい、あれで、はい、はい、罰ゲーム、罰ゲーム、罰ゲーム、いきます。きた、はい、てっぴー、ありがとう。これは柴さんですよ。最初はグーじゃんけんぽい。持ってるね。持ってるよ。罰ゲームは、罰ゲームは、罰ゲームは、罰ゲームはこの油性ペンで、はい、顔に落書きをお願いします。イエーイ。さあ、じゃあ、はい、じゃんけんした阿部さんでいいんですか、書くのは。じゃあちょっと、じゃあちょっと一緒え、水性、油性、油性じゃん。油性、油性でしょ。あ、油性です。油性、油性、油性、やばい。じゃあ僕が持ってましょうかね。そうですね、そうですね。じゃあ釣らないように、どうしましょう、何書きましょうか、ね、どうしましょうね。何、そ、何しよう、相談する。ご褒美やんけ。好きな思いついちゃいました。はい、あ、くすぐって。濃いめにね、濃いめにね。濃いめにね。濃いめに。大きめにね。汗が。あ、汗で勝てない。汗が。ん？あ。いや、怖い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 。顔の前にシャカシャカやんない。あれ？レアすぎるって聞けるね、レアすぎる。つなげて、ほい、つなげて、はい、筋トレ。誰かつなげて。もうすぐ。あ、やばい。インクが、インクが、ポッポッポッ、インクが、ポッ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 、つながりだな、みんな。インクが、インクがない。インクない、インクが結構、え、インクがない。そう、あ、誰かもらって、スペアありますか、はい、ありがとうございます。もう声出しても大丈夫だから、みんな。そうなの。ポジティブ声ないですよね。あ、声ないか。そうなんですよ。筋肉な。できました、できました。はい、さあ、何を書いたんでしょうか。何を書いたか。ちょっと、ちょっと見せてもらっていいですか。こっち、こっち見ていいですか。あー、いいね、いい、いいね。最適ですね、この言葉。じゃあ、カウントお願いします。カウントお願いします。いきましょう。はい、5秒前、4、3、2、1、はい、近づいてきてなんですか、なんですか、 なんで書いてますかね、これ。わかりました。歌でも歌えますか歌でも歌えますか。筋肉マンか。ベタすぎでしょ。筋肉マンになりましたね。正真正銘の。今年はこれで頑張っていきたいと思います。はい、それでですね、皆さん90分間、早かったですね。早かったですね。でしたね。何か最後に、告知とかね、そういうものがある方ね、はい、今のうちによろしくお願いします。はい、はい、では、こちらでしょう、告知したい方。はい、はい、あ、どうぞどうぞ。じゃあ、私が公式モデルを務める DVD レディース、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ、僕の方で、はい、六本木
銀座みなとみらいでトレーナーやってます。皆さん、はい、待ってます。はい、はい、じゃあ僕エニタイムって24時間ジムで池袋とあと中目黒でもパーソナルやってるんで、よかったらお問い合わせください。お願いします。はい、はい、同じく24時間ジムのファストジム、都内と横浜を中心に活動しています。ボディメイクしたい方はお待ちしております。お願いします。はい、お願いします。あ、いいですか。はい、千葉哲平です。上高田千葉整形外科、東中野の整形外科のところでパーソナルトレーニングやってます。あと各地でもやってますので、何かあったら、ご連絡をください。よろしくお願いします。はい、はい、はい、それでは皆さんもう終わりですね。最後はじゃあ合言葉でおります。はい、はい、せーの、筋肉ツー、バイバーイ。また次回は3月予定してます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。またいつか